はい、今回はローマ教皇についてですね、オットー1世に、を認めたのはね、ヨハネス12世の時ですね。ヨハネス12世、オットー1世に、なんですか、戴冠ですか、ちょっとわかんないですけど、まあ、その後有名なのがグレゴリウス7世で、そこからインノケンティウス3世ですけど、この間がね、まだたくさんいるんですよね。